はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのレンジャーグルールを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末行われた日本選手権において見事優勝を果たしたリストですね。フォーゴトンレルムによって強化されたポイントはいくつかあり、その中でもレンジャークラスの登場はでかいかなと思います。レベル2が強いのはもちろんですが、レベル3で長期戦になった時の浮きができたのはでかく、泥試合になった時はレンジャークラスがある方が有利になっていきますね。さらに2種類のミスラランドの登場もいい強化ポイントで、黄金化のドラゴンで出た宝物と組み合わせてバカでかいサイズで殴っていったり、コントロール耐性ができたりと、グルールとしてはまさに欲しかったパーツかなと思います。またサイドのバーニングハンズの登場はかなりでかく、小矢猿の野獣やエシカの戦車を2マナで倒せたり、ガーゴロスやコウマでさえも倒せるということで、緑の生物への耐性がぐっと上がりました。はい、ということで今回もミシック隊で収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、まあキープはしますが、相手は容量デッキということで、まあ速攻で攻めていく必要はありますね。さあ相手も7枚キープ、とりあえず、ビシュラランドを置いてターンを渡していくと。さあ相手は小道からスタート。さて、まあとりあえずレンジャークラスからですね。リムロックは、まあ次のターンインスタントとリムロックキャストで、使っていきたいかなと。さあここは島を持ってくる。さあ緑マナから、うん、安息時をキャスト。お、マグダいいですね。であれば、まあリムロックより先にマグダを出していきたいですね。まあマグダプラスインスタントで OK かなと。うん、まあ次のターン、黒マナからの、絶滅のケーキとかが一番きついですが、まあ次のターンには、まあエシカの戦車も出せるということで、お、さあここはお告げ。これ緑マナに安息時をつけてるんで、マナがなかなか使いづらい状態にはなっていますが、お、ここは青マナ。なるほど。さて、ということは、まあ、次のターンの影の氷結は確定でないですね。うん。まあ、ここはエシカの戦車からいきそうですね。絶滅のケーキだけは、ちょっときついですが、まあ、そんなに入っているカードではないので。さあ、お、ここも青マナ。あー、ただガーガロスか。ガーガロスはこれ越せないですね。残り9点。3点ゲインされたとしたら残り12点。うん。まあフルパンでもこれ8点しか入らないんで。ドラゴン出して、レンジャークラスのレベルでも上げときますかね。まあ、もしくはリムロックのキスか。うん。ちょっと結構こう考えたんですが、このターンに勝つことは多分無理ですね。まあ余ったマナでレンジャークラスのレベルでも上げときましょう。うん、いやどうかな、リムロックの方が良かったか。リムロックでクリーチャー横並べで、次のターン、まあマナに余裕があればレンジャークラスクレーレベルアップの方が、まあ、打点は稼げそうですね。さあここは殴ってくる。なるほど。これ黒マナない状況で殴ってきてるんで、相打ち取っておきたいですね。エシカの戦車はキープしときたいんで、まあ一応4体でブロックしますか。相手がまあどこを落としてくるか、まあトークンが残ってたらそれはそれで、まあ、エシカの種になりますし、まあ、マグダを落としてきたらマグダが、もう一回出せますね。マグダを落としてくる。うん、まあ、登場させることによって宝物トークンを出すことができますね。さて、まあ、とりあえず相打ちはできそうでよかったかなと。残り9点、どうすかね。ここで、はい、工作。これでまあ黒マナを持ってきますが、まあミシュラランドと
エスカのセンサーがあるということで、9点なら削れそうな気はしますね。まあ除去があったとしても。さあここは沼と森を持ってきて、まあ沼を置いてきますよね、うん。まあ除去1枚は持ってると仮定して動いていった方がいいですね。さて残り9点、レンジャークラスもこれレベル2になってるんで、まあドラゴンとエスカどっちか生き残ってミシュランで殴ったら勝ちか。4、うん、9点は入りますねこれ。宝物からマグダキャスト、まあ止まってきてるんで除去は持っていますが、ここで打ってきたら確定で勝ちですね。はい、ドラゴンに寄ってくる、うん。これスタックでエスカの戦車に乗ることができるんで、乗って、まあ、さらに2マナ出してからのマグダ着地で、停止キャストから、まあ、これはいらんか。あと5マナなんでエスラランド起動からフルパンで勝ち確ですね。さあどんどんと誘発して削り切っていくと、まあ、やっぱミシラランドの登場はだいぶでかいですね。 OK、 さあやっていきます。こちら先手、これはマリガンですね。緑マナがないが、うん、まあダブマリするよりはキープかな。まあ3ターン目に緑マナが引ければいいんで、猶予ターンはまだまだ、全然あるかなと。お、イゼットか。イゼット珍しいですね。お、緑マナ引いてくる。インスタントタイミングでは止まってこないが、まあ1マナ3点火力を持ってる感じですかね。はい。さあ、ここは下神で即対処していく。お、いいですね。さあ、これで4マナ目も確定したので、ここはリムロックからいきますか。リムロックプラスミシュラランドをタップイン処理して、はい。ここも火力で処理していく。まあ、イゼットは火力がね、かなり多いんで、なかなかクリーチャーが生き残らないですね。さあただここ、まあ、カウンターを構えることができないんで、確定でエスカの戦車を通していきましょう。これ緑マナ次引けたら、停止プラス恋煩いでアドバンテージも取っていけそうですが、まあ、ちょっとねこのマッチアップはアドバンテージを取っていかないと、ややきついですね。お、それは強い。さあ戦車とトークンを対処していく。いいですね。緑マナが引けたんで、まあまあ全然いけそうかなと。さあ停止プラス、ここはもう5-5でキャストしていきましょう。まあ、あとはミシュラランドが、2枚あるんで、これらを使ってどう攻めていけるかですね。さあ相手は表現の反復から、うん、しっかりと土地も伸ばしていく。ここも土地か。まあレンジャークラス起動プラスミシュラランドで殴っていきますか。さあレベル2止まってきてるんで、まあおそらく火力は持っていそうですが、X2 ですね。まあ X1 でもよかったか。天守ここで除去られたら野獣が殴れないんで、まあ最大打点を狙うならこうですが、はい、ミシュラランドを除去っていく。まあイゼット側からするとミシュラランドはだいぶ、対処がしづらいんで先に倒してきましたね。さあただだいぶ打点が入っていくと。残り9点。さあここは
予言、うん、まあ、カウンターかタイムワープ、もしくはドローか。さて、ただまあ、ここはミシュラランド起動から殴っていきましょう。うん、このタイミングで多元宇宙の警告、今いともボトム。さあ、これは何もなさそうですね。これはそのまま、はい、これ投了と。オーケー。さて、やっていきます。うん、まあ割といい反応ではありますね。停止がエスペラだったらまあ最強の反応でしたが、さあとりあえず停止を出していく。あとはアドベンチャークリーチャーが引けるかどうかですね。相手はまあおそらく、これは緑ターンでしょう。さあ、ここはレンジャークラスを出していく。ここも土地。うん。まあ一旦これマグダー殴っていきましょう。さあ、相打ちを取ってくるかどうか。ここはスルー。まあレンジャークラスから、まあ先にミスラランド。タップイン処理していきましょう。さあ、このターンだいぶ大事ですね。忍者クラスレベル2にして殴っていく。まあスルーですね。格闘除去がなければいいんですが、お、なさそう。ドラゴン、これ一番今欲しかったカードですね。5マナで普通にキャストできるんで止まってくる。あれか、ベール持ってますね。さて、とりあえずフルパンから宝物トークンが2つ発生で、レンジャークラスレベル上げるかどうかですが、まあ一応これ次のターン66ダキの一撃で、まあ、相手のクリーチャー2体対処とかをしていきたいんで、ここは一旦構えていきますか。さあ、4マナ目から探索する獣、これだと勝ち確かな。6789、うん、勝ち確ですね。66ダキの一撃で、まあ、X6 でキャストすることによって、相手のクリーチャーをどちらとも対処することが可能なので、まあやはりさっきのターンレンジャークラスをレベルアップさせない方が良かったですね。さあ、 X6 で2体ともしっかりと対処していく。まあ、この黄金化のドラゴンからの独六滝の一撃もなんだかんだやはりかなり強いですね。さあ、ここはドブンで一気に試合を決めていく。オーケー。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。